インスタグラム400万人突破なのに平野仕様のテレビ CM が消えた舞台裏。インスタグラムの成功と広告 CM の幕引き。今年5月、ジャニーズ事務所を退場した平野仕様は、7月からインスタグラムのアカウントを開始しました。その結果、彼のインスタグラムの読者数は、9月11日時点で400万人を突破しました。 平野は新しい投稿をするたびに、瞬時に2番人以上のファンからコメントが寄せられます。中には、抽象的なコメントも含まれますが、それでも平野の人気が衰えず、金プリファンたちの関心を引き続けていることを示しています。一方で、広告代理店関係者によれば、平野の成功に関連して、ファンの間で興味深い変化が起きているといいます。 それは、ジャニーズ事務所の性的虐待に関する問題が表面化した後、キングプリンス、キンプリ、ファンである、ティアラ、たちの怒りと不満が爆発しているということです。彼女たちは、平野を含むメンバーの脱退と、ジャニーズ事務所からの退場を受けて、グループを支持し続けました。 昨年11月にリリースされたユニット初のシングル、月読み、彩りは100万枚以上のセールスを達成し、ファーストシングル、シンデレラガールも5年の歳月をかけてミリオンヒットを記録しました。ティアラは、ジャニーズ事務所の元社長である藤島ジュリー稽子と井ノ原義彦らが行った会見の後、 藤島前社長や命が金プリの5人に誠実に対応していれば分裂も退場もなかった。藤島前社長はもっと早く辞めるべきだったとしてなおも演佐の声を発信しています。さらに平野のテレビ CM についても最悪のタイミングで一部の商品ブランドが彼を切ることを決定しました。これまで P&G 社のパブリーズ CM には平野が起用されてきました。平野がジャニーズを辞めた後も CM は放送されており、その姿勢は、さすが外資系はジャニーズ事務所に忖度しない、と好意的に受け止められていました。しかし、8月25日になり、何は男子の道へ春優に交代。 性的虐待の再発防止特別チームが、ジャニーズ事務所の性加害を認めた会見のわずか4日前での出来事でした。平野から現在のキンプリのメンバーである長瀬角と高橋山に変わるのであれば、ティアラたちも納得したでしょうが、藤島前社長のお気に入りである道枝にスイッチしたことが、ティアラの怒りを助長しました。これらの出来事から、 広告代理店関係者によれば、ティアラたちの怒りに油を注ぐ形となったと説明されています。さらに、菊池風魔と幾田東馬が出演する P&G 社のアリエール CM はコミカルな演技により高い評判を得ています。唯一無二の商品の顔としての成功は、菊池と幾田のオーラと努力に裏打ちされ、商品の知名度も向上しました。 このことから、ジャニーズ所属タレントを一斉に切る必要はないことが示唆されています。しかし、同じく商品の顔だった平野についても同じ議論が適用されるでしょう。平野市用のインスタグラムの成功。平野仕様は、ジャニーズ事務所を退所し、個人としての活動を始めました。その一環として、インスタグラムのアカウントを開設し、 ファンとの交流を強化しています。その結果、わずか2ヶ月弱でインスタグラムの読者数が400万人を突破しました。平野の新規投稿には瞬く間に2万人以上のコメントが寄せられ、彼のファンたちは彼の活動を熱烈にサポートしています。この成功には Z 世代のファン層が多く影響を与えていると言えます。 平野の仕様は若い世代に人気を持つアイドルであり、彼のインスタグラムは彼の人気を確固たるものにしています。金プリファンの反応。一方で平野の成功は金プリのファンたちの間で混乱を引き起こしています。彼らはジャニーズ事務所の性的虐待問題に対して激しい怒りを抱えており、 藤島ジュリー稽子前社長や他の関係者に対する批判を行っています。彼らはグループを支え続けたものの、内部の問題に対する不満が爆発し、平野のインスタグラムの成功にもかかわらず、ジャニーズ事務所に対する不信感を強和にしています。広告 CM の動き。 平野紫仕様がジャニーズを退場した後、彼の出演していた CM も話題となりました。特に P&G 社のパブリーズ CM は平野の人気を背景にして展開されていましたが、彼の退場後は何わ男子の道へ春優に交代しました。 この変更は、性的虐待問題が表面化した直後に行われたことから、ファンたちの間で大きな議論を呼び起こしました。一方で、他の CM では菊池風魔と生田ーマがプロモーションを担当し、成功を収めています。このことから、ジャニーズ所属タレントが CM から排除される必要はなく、 成功の要因は個々のパフォーマンスと商品の相性にあると考えられます。平野仕様の成功はインスタグラムの読者数を通じて確認されていますが、彼の退場後の広告 CM への影響も見逃せません。金プリファンたちの不満や怒りが彼の活動に影響を及ぼしており、彼の個人的な成功にもかかわらず、 彼の関係者やファンたちとの関係は緊張していることが明らかです。彼の今後の活動にはこれらの状況がどのように影響するかが注目されます。